反正我今天很高兴到您办公室来。事实上我们是因为第四届台日长照产业高峰会在12月4号举办。那非常早以前我们就定好了一个计划，希望说您能跟日本朋友分享日本朋友所想要知道的事情。那今天主要的方向基本上是因为新冠肺炎疫情在整个过程当中，台湾是受到全世界瞩目。那日本朋友也希望听听我们这边非常我们直接的声音来听看看我们台湾做到的一些决策的技巧。那今天我们在线上有两位日本的朋友我们在线上右边的是日本高龄者住宅新闻社社长王谷先生，左边的是日本株式会社 Human Link 社长金崎先生。那是不是我们请周老师把现在这段内容稍微跟他们解释一下？オードリー・タン大臣、こんにちは。本日は本当にありがとうございます。実は我々2020年12月4日、日台介護産業交流サミットを開催する予定です。台湾は今回のコロナで、世界においても、非常に良い成果を出しています。日本の皆様も台湾のこのような実績にかなり関心を持っていらっしゃいますので、ですから本日はオードリー・タン大臣をインタビューすることになりました。本日のこちらの画面なんですけれども、右側には株式会社高齢者住宅新聞社の代表取締役、網谷社長でございます。左側には株式会社ヒューマンリンク代表取締役社長の津崎社長でございます。ではよろしくお願いいたします。那政委就拜托您开始来跟我们分享。好的，那我谢们谢。是不是请何老师？首先想要非常感谢有这样子一个机会，让我们可以在这边对谈。其实我接下来要发表的简报，之前在网络上面也有发表过了，所以这次我会尽量的用重点的方式来摘要，去解释我们这次防疫的三个要诀，也就是 fast、fair、fun，快速、公平、有趣的这三件事情哦。本日はこのような機会をいただきまして、本当にありがとうございました。実は本日私が発表する内容でございますが、ネットでも流れていますので、ですからこれからは重点、ポイントについてですね、発表をしたいと思います。3つのポイントなんですけれども、早く、公平に、楽しく、について、重みを持って説明いたします。那在简报的最一开始，我还是想先强调一下，就是我们在这边所谓的社会创新，指的就是说有公共利益的事情，任何人都可以来想到更好的方法，让我们知道之后，我们就会一起来采用。所以不是由上而下，好像是都是专业的官员来想出来的。我接下来要分享的很多是非常年轻的朋友，或者是年纪很长的长辈去想出来的。ここで強調したいのは、ソーシャルイノベーションというのは、つまり公共利益のものに関しては、トップダウンではなく、官僚がアイデアを出すということではなく、すべての人がもし良いアイデアがあれば、私たちは採用することになります。後ほども説明いたしますが、若い人、それから高齢者、いろんなアイディアを出して、私たちはこのようなアイディアを採用しました。好比像说，我们以快速来讲，群众智慧就是在台湾一个叫做 PTT 这样子的一个非以盈利为目的，主要是台湾大学来维护的一个讨论板上面，有一个很年轻的医师，他叫做 Norman Pipe，在12月31号的时候告诉我们说，诶，在武汉有李文亮医师说 SARS 又有出现了。那因为在台湾有2003年的经验的关系，我们一听到 SARS，大家都觉得说啊，那这样我们一定要进入准备的一个状态，所以我们在12月31号写了信给 WHO 之后，
并没有听到什么回音，然后就在1月1号直接说武汉来的班机都必须要做登机检查。像这样子超前部署的这个做法，在我们还根本不知道 SARS 2.0 到底是什么状况的时候，就因为我们有非常开放的言论自由的关系，所以大家都不吝惜于这样子讨论，哦，那 SARS 2.0 到底会是怎么样的状况呢等等。相比于李文亮医师的讯息，其实并没有传到武汉的市民的身上，在1月的时候，那在台湾可以说是他救了台湾的人。まずファーストなんですけれども、PTT というのがありまして、これは非営利団体で、台湾大学が経営しているものです。12月31日に台湾のお医者さんが、武漢の李文亮というお医者さんが、この情報、武漢では SARS が出ているという情報を見て、実は台湾は2003年にSARS の経験がありました。この台湾のお医者さんが、この武漢の李文亮先生の、この情報を見て、じゃあ我々は準備をしなければいけないという考えで、我々は12月31日に WHO に手紙を出しました。しかし、手紙を出して返事がなかったので、1月1日から武漢からの、飛行機に対して検査をするという決定をしました。台湾はこれを前もって準備をしました。SARS の 2.0 バージョンということも我々が知らな、どのようなものなのか知らなかったんですけれども、台湾は言論の自由というのがありまして、武漢の皆さんが李文亮先生の、その発言情報を知らないうちに台湾を助けました。所以同样的群众智慧也展现在我们每天下午两点，在疫情严峻的期间。不间断地向大家说明关于最新的发展的情况，以及让新闻工作者问到宝的这样一种记者会。而且在记者会后，任何人想到新的主意，他只要拿起电话拨打1922，有超过 95% 的几率立刻就会被接起来。接起来之后，他只要讲出他的担心等等，一定都会有人详实的把专业的语言转译成他听得懂的语言。而且如果他真的提出一些概念，好比像说用传统的电锅竟然可以消毒口罩啊，又或者是说好比像说有一个小男生说我们都是实名制配发粉红色的口罩给他，他不敢穿去学校啊等等，在接下来立刻我们就会在下午两点的记者会上看到回应。好比像说刚刚的粉红口罩，我们就看到隔天所有人都戴上了粉红色的口罩，突然这个小男生变成班上最酷的人，因为只有他有防疫英雄的那种口罩的颜色啊。像这样子一种快速的回应，就是我想 trustworthiness 值得互相信任互信的一个基本吧。また台湾はコロナが一番厳しい時、我々はCDTT が毎日の2時に最新情報を発表しました。メディアはこの記者会見でも、あらゆる質問を出してですね、官僚たちが答えました。また台湾では1922という電話回線がありまして、そちらに電話をしたら 95% の確率で自分が心配していることを専門家がその専門用語を分かりやすく解釈するというのがあります。例えばこのような例なんですけれども、鍋でマスクを消毒できるかどうか、それからある日、子供が、ピンクのマスクっていうなんかのがありまして、すぐ翌日の2時の記者会見では、ピンクのマスクに対してレスポンスがありました。その子が翌日ピンクのマスクをして、クラスでは最もクールな人に、クールということで、ですから、このようなレスポンスの速さで、我々がお互いに信頼関係があるから、これができたと思います。那至于口罩实名制的故事，我相信在日本已经相当多朋友听过了，所以我接下来将不会去介绍说这些在台南的年轻朋友，吴江伟、江明宗等等，怎么样创造出这些口罩地图。但是我特别想要强调的是，这是轻盈共创，也就是说，除了这些年轻的写程式的朋友之外，很多非常资深的在第一线的药师
以及经常跟这些药师们谈心，或者是在那边领取连续慢性处方签的社区的长辈的朋友们，这些也非常的重要。因为唯有当这些朋友们理解到说，他们拿的一般的这个健保卡也可以用来拿口罩，而且这样子领的这个过程，他不需要学习任何新的一种互动的方式，他就好像连续慢性处方签一样来拿就可以了，这样他才能够不但帮他的晚辈去拿，而且也可以再说明给所有其他的他社区的亲朋好友听。可以说是如果我们一开始不是经由药局跟这些资深长辈们的互信来让大家知道戴口罩本身没有用，戴口罩要勤洗手才有用等等的这些想法的话，而是单纯的只在药妆店啊等等透过不是专业的药师而是一般的店员的话，那我想口罩的效力不会有那么高的。また台湾では実名制のマスクという制度がありました。これはすでに皆さんはご存知だと思いますので、ここで説明を省略させていただきます。台南の皆さんがマスクのマップも作りました。これに関しては若者の力などを借りて一緒に出来上がった、成果でございます。若い人、それから薬剤師、さらに処方箋を持っているその年配の方々、みんなの力が非常に重要でございます。台湾では健康保険のカードを使ってマスクを手に入ることができます。年寄りに、高齢者にとりましては、これは処方箋と同じような感覚でマスクを手に入ることができ、自分のマスクだけではなく、子どものマスクも取ったり、それはもしこのようなことがなければ、一般のお店の店員さんの説明だと、おそらく台湾ではマスクプラスよく手を洗う、そうすることによってウイルスを完全に防ぐことができるという概念を PR することはできなくなると思います。やっぱりこのようなみんなの力でできたと思います。正是因为大家都可以参与这个系统，所以即使是年纪很长的长辈，透过一个叫做 LINE， 也是在日本的发生就是天灾之后流行起来的一套系统，在台湾也非常多人使用，所以长辈们在 LINE 上面直接去跟一个叫疾管家这样子的聊天机器人对话，不但能够知道最新的疫情的资讯，而且也可以实际去参与，也就是看到排队前面的人刷了健保卡之后，疾管家就会告诉他，你看这个药局它的存量真的是减少了几片了，所以如果他发现有任何就是不寻常的事情的时候，任何人都可以直接打1922。这也告诉我们说，在接下来也就是当超商也加入的时候，我们是特地把超商的这个流程设计成长辈完全不用特别去想，他也是用健保卡，也是插卡，也是付现金给我们的店员等等，不需要担心说他需要记什么密码啊，被盗刷啊，或者是什么接触式的这个付款他不会用啊等等。也对我们来讲，数位是促进这些长辈们愿意来使用公共服务，而不是要求长辈们改变习惯来配合。所以可以看到我们苏院长笑得很开心，因为他自己实际做过一次之后发现，这个很容易学嘛。这也是我们在跟我自己的祖母88岁了，今年跟他的一位对他来讲年轻的朋友77岁的杨奶奶一起设计出来的，在超商的这一套系统，同样的这也是青银工创的一个成果。またみんなが参加できるというシステムは最も使いやすいものだと思います。高齢者にとりましては、よく使い勝手の良い、例えば LINE を使っています。LINE で直接ロボットと会話をします。ロボットから情報を得たりすることができます。例えば、ここの薬局のマスクのストックが減ってるとか、また何か問題がありましたら、すぐに1922に電話をかける。また、その後ですね、台湾のスーパーコンビニエンもマスクを販売することができるようになりまして、高齢者がコンビニエンで健康保険カードを使って現金を払うことが可能です。
まあ、その時には例えばパスワードが必要だとかそれが一切必要なくて高齢者にとりましては今までの習慣を変えることなくスムーズにマスクを手に入ることができました。台湾の行政、総理大臣なんですけれども、実際にやってみて、あ、これは非常に使いやすいと非常に笑顔を出して笑いました。私の祖母も88歳で、近所の77歳のおばあさんと一緒にですね、まあ、使ってこのようなシステムが出来上がるというのは、みんな共同参加の成果だと思います。而事实上，很多的长辈们在使用 LINE 的时候，他们常常看到一些好笑的、有趣的图片，就会自动自发的转给他的家人啊、亲朋好友啊、同学会啊等等。那这些长辈们其实在这方面，他纯熟的程度绝对不输给年轻人啊。也因为这样的关系，我们很多关于疫情的资讯的传播，都是设计成这种让长辈很容易，你可以看到字都很大。就是说他不需要把手机特别凑近眼睛就可以看得很清楚，而且他的讯息都非常的简短，也就是说你戴口罩，为什么戴口罩呢？不要吓到吃手手啊，就是说戴到口罩之后就不会把没有洗过的手碰到自己的脸了。那像这样子就是把戴口罩跟洗手结合在了一起，又或者像说保持社交距离是用几只柴犬啊这样的方法来解释，这些长辈们不但一听就懂，而且他可以转化成更有意思的故事啊、比喻啊等等，去给他的亲朋好友、给他的家人，在餐桌上说不定一面吃饭一面就会分享说啊，这个今天看到一只很可爱的狗狗，告诉我一些防疫知识呢等等。也就是说让长辈有说故事的这个素材的话，那这样子值得传播的概念就可以传播的既深又广，而且大家都会记得。まあ、高齢者が LINE を使う、使い勝手、しています。例えば LINE で使うその絵だとかなどを使って高齢者はさらにこのような絵などを家族だとかを友達、同級生などにも、まあ、転送します。ですからコロナの時期に我々は高齢者のために、情報を、デザインしました。その文字が非常に大きくデザインして非常に分かりやすく短くという設計をしました。例えば例をしますと、なぜマスクをするのか、マスクをしたら自分の手が自分の顔に当たらなくなるというような、説明の仕方で、またソーシャルディスタンスだとか、まあ、なども分かりやすく比喩を使って高齢者が家族と一緒に食事をするときにも、まあ、このような知識をストーリーという物語を語るという方式で家族の皆さんにシェアすると、まあ、このような方法で知識をもっと深く広く伝えることができるようになりました。所以以上就是我的分享，当然更多的都可以在 taiwancanhelp.us 这个网站上面看到，也是台湾的特色，就是这并不是政府的网站，这是一些就是民间的朋友们自发成立的网站，但是他们也很成功的约到了，好比像说陈建仁当时的副总统，流行病学的这本教科书的作者，在他们上面用各国的语言的字幕啊或者配音去讲述我刚刚讲的这些，但是以他专业的这个做法，他能够讲的让全世界的朋友们都一听就懂。那也包含好比像说我们捐赠给各国的口罩，里面有一些是大家用自己的配额节省下来捐赠出去的，也可以在上面看到70几万人，里面有大概一半愿意公布自己的名字，那其他人是愿意默默的行善，像这些大概都是来自于民间的力量，我们在政府这边真的只是帮助大家把社会上面的创新增幅出去，让全世界的朋友可以知道而已，这个我们又把它叫做台湾 model。 谢谢大家。以上私が皆様に台湾のことをシェアしました。このような情報は taiwancanhelp.us で台湾の特徴をそちらで見ることができます。このホームページは台湾政府のホームページではなく民間の力でできているものです。まあ、その時台湾の前副大統領副総統陳建仁さん、流行病学の専門家でございますが、まあ、本も出版しています。
この内容も字幕などを出して、作ってですね、世界の皆さんに分かりやすく分かるようにホームページにもアップしています。また台湾は世界にマスクを寄付しました。そのホームページでは70万人以上の人々は自分の名前を公開して自分のマスクを寄付しました。一部は名前を公開していませんが、まあ、そういうことは民間の力ということです。まあ、社会イノベーションの力を使いまして台湾モデルをこのように作りました。以上です。ありがとうございます。谢谢。そしたらご質問させていただいてもよろしいでしょうか。那么接下来我这边可不可以请教唐政委一些问题呢？当然，请。どうぞ。先生ありがとうございます。改めまして、私は日台介護産業交流サミットの事務局をやっております。ヒューマンリンクの須崎と申します。よろしくお願いいたします。我再自我介绍一下，我就是这一次第四届台日长照产业高峰会的就是秘书处的。我叫金奇。はい。私実は介護の分野で日本と台湾を結ぶべくですね、約5年間もう台湾の方にも住んでおりまして、日本と台湾を行ったり来たりしています。那我呢，在针对于就是台日长照的领域呢，一直在从事这个领域。那么其实我在台湾也住了5年的时间，我一直往返于台湾跟日本之间。はい。でその中でですね、今回のそのコロナの関係で、非常に台湾がうまくいったっていうのを目の当たりにしていまして、でその各世界でも同じ、先ほどファストフェア、ランフェアとファンの話があったんですけれども、まあ、世界中多分どこでも同じことをやりたかったはずなんですよね。ところが、それがなぜ台湾ではうまくいって、他の国ではできなかったっていうのが非常に興味深いところでありまして、これも大臣の見解をぜひお伺いしたくてですね、どうして台湾だけはうまくいったんだろうというところをお伺いできればと思うんですが。那这一次呢，就是在疫情的防范当中，台湾呢做得非常的好。那刚刚政委您也分享了台湾就是fast, fair and fun。那这个部分，我想不仅是台湾有这么做，世界上其他的国家。也有做这些，但是我想问的是，也就是为什么台湾可以在疫情的防范方面可以做得那么好，但是其他的国家就没有办法做得那么好？我想听听政委您的见解。我们在疫情的初期就有一个数值模型告诉我们说，75%，也就是3/4的人戴口罩、勤洗手是一个关键点。一旦超过这个比例的人戴口罩、勤洗手，那么病毒的基本传染数，也就是它的 R 值就会小于1。如果没有达到这个数字的话，它的 R 值就会大于1。如果它的 R 值小于1的话，我们其实别的事情，好比像说经济活动、开学等等，继续做没有关系，它还是自然的就不会有社区的传播。但是如果 R 值大于1，它是一个指数型的成长，那这样子的情况下，即使如您所说的，大概都有做到一些吧。但是如果没有到3/4的人戴口罩勤洗手的话，那么 R 值还是控制不下来。我想这是传染病学家的一个共识。那其实我们从2月初开始做口罩实名制以来，到了4月，我们就已经知道95%的人都已经戴口罩勤洗手了，而且这个洗手的秒数，我们也用台湾自来水公司以及北水它实际的民生用水量，也可以知道大家洗手的时间又增加了。那像这种循证治理的模式，我觉得是台湾的一个特色。コロナの初期の段階では、すでにデータで我々がこのデータが分かりました。どういうことかと言いますと、75% 以上の人がマスクをして、また手を洗うというのが非常に重要ということが分かりました。まあ、ウイルスは例えばこれが R が1よりも小さいという場合は経済活動、例えば学校などそれは平常通りやっても良い。もし R が1よりも大きい場合、
そうするとウイルスが、まあ、指数と同じく成長する。つまり4分の3の人々がマスクをして手を洗うとウイルス、その流行をコントロールすることができるということが分かっていました。ですから2月の初旬に、まあ、4月の段階ではすでに台湾は 95% の人はマスクをしていました。また手もよく洗いました。手を洗うという状況は、水道会社の水の使う容量で分かりました。まあ、これが台湾の特徴と言えると思います。つまりあれですね、その最初からもデータというよりも数値化っていうのをはっきりして、それをまた国民の方にもその数値をどん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 公表することによって、まあ、国民の納得感っていうものをきちんと得ることができたと、そういう意味合いで間違いないでしょうか。我想您刚刚所谈到的这个内容，我觉得是不是台湾也就是在疫情的初期呢，就有透过这一系列的数字，那么并且呢，这些数字也向国民公开了这些数字，国民也能够理解这些数字，那么让这个防疫呢能够做得非常的深化，是不是这个意思？这是其中一部分，但是您的刚刚这个说法，好像是数字都是政府收集而政府公开的，但是我刚才要强调的包含口罩地图的参与式的验证等等，是这些数字有一些也是市民自己收集的。李文亮医师的这样子一个检查的报告等等，这个也是一个年轻的医师，他并不是政府官员啊，他是在 PTT 上面公开讨论，而且他相信我们的言论自由是公开讨论，也不会面临调查或者被和谐掉等等的情况。所以这个概念是 data collaborative， 就是这个资料的收集是透过社会部门、经济部门以及治理部门一起来做，而不是单向的治理部门向经济部门，然后经济部门再向社会部门去公开，不是这样单向的情况。そうですね。おっしゃる内容はその一部でございまして、私がもう一つ強調したいのは、データというのは例えばマスクもそうなんですけれども、市民が国民がこのようなデータを自ら収集をしました。例えば先ほど申し上げましたが、武漢の李文亮、お医者さんの発言は、これが発見したのは台湾の若いお医者さんで、PTT でこれを転送しました。台湾は言論の自由ということで、まあ、PTT に発表しました。そのデータの収集は、トップダウンではなく社会経済それからみんなが自ら収集をして発表しました。それが特徴の一つです。なるほど、ありがとうございます。そのトップダウンではないっていう部分はすごく大事だと思うんですけれども、ただその一方私が台湾に住んでいて思うことなんですけれども、その割と、普段ごめんなさい、大変失礼だったら申し訳ないんですが、普段生活をしている中では、その決してその台湾の国民の皆さんが、じゃあ政府に対していつもいつも好意的かというと、そうじゃないケースも結構あると思うんです。まさに言論の自由という部分あると思うんですけれども、まあ、その中で、今回このコロナのことに関しては、皆さんすごく政府に協力的だったし、皆さんすごく納得をして動いてらっしゃったように見えたんですね。というのは、やはりそのトップダウンじゃなかったっていう部分もそこに大きく寄与しているんでしょうか。那我能够理解了，也就是刚刚这些所谈到的这些资讯的收集等等，并不是由上而下。我在台湾呢也居住了一段的时间哦。那我在平常的生活当中，我所感受到的，或许我讲的不是那么的正确哦。可能因为正是因为台湾是言论自由，所以民众有一些都可以发表他自己的言论。但是呢，这一次疫情当中，我发现到台湾的民众呢是非常跟政府的关系是非常的合作，也能够非常理解政府所推动的一些作为，所以我想这个是不是也是因为并不是由top down， 就是不是由上而下，所有的就是并不是全部采用由上而下，才能够获得民众对于这一次疫情当中跟政府的合作以及理解。确实是如此。我举一个很具体的例子。我们在四月初的时候曾经有过一次，是在酒店，就是Hostess Bar 的一位工作者，他确诊肺炎的第一天，
他并没有跟疫情调查的人员说他的职业，相反的，他说他都没有见什么人，不知道怎么患上了这个疾病。但是到了第二天，那他终于坦诚，他第一天之所以不配合疫情的调查，当然也是因为在他的职业里面，保护客人的匿名性是非常的重要的事情，他在这两个中间难以去进行取舍。当然，当时指挥中心当机立断，马上建议说，在我们能够解决这个问题之前，是不是酒店啊、舞厅啊，先关起来再说。但是呢，我们并没有去说，如果他不配合的话，就一定会去把人关起来，或者是说我们也没有去污名化这些工作者。最重要的是，我们并没有说，除了地方政府本来就有稽查的权限之外，我们并没有把它立刻就变成是好像是所谓的地下经济活动这样子。因为如果你把它污名化的话，那其实你就再也没有办法跟它建立互信了。我们的做法相反的是，在接下来的四个星期里面，跟这些朋友们一起集思广益，去做出一个叫十连制的系统来。这个系统是说，当你进入酒店或舞厅的时候，你可以留下一次性使用，说不定是预付卡的那种电话号码，或者是一次性的 email， 你也可以留一个假名都无所谓。重点是这些记录，它会接下来两个星期、四个星期，如果真的疫情爆发的话，确保能够联络得到你，只是这样而已。如果在那边并没有疫情的话，就送进碎纸机里了。而从头到尾这些资料都没有传递到中央。而当地方政府觉得，哎，这样子做法还不错，之后哎，又重新开张了啊！因为本来去执行这个就是地方政府的权限，所以我们要讲的是说，中央并没有从一个由上而下，虽然他理论上有这样子的能力，但他没有这样子做。他是说我请各个地方政府，一方面我们建议暂时先关一下，但是二方面如果大家想得出十连制的具体做法的话，又可以重新开张。这是我觉得一个非常好的一个例子，就是说没有 top down， 而是 peer to peer， 大家都是互相一起集思广益的这样的过程。そうですね、その通りです。まあ私は具体的な例を挙げたいと思います。今年の4月初旬に、実はホステスバーで、一人感染者が出ました。まあ最初はやっぱりお客様の名前を、まあ、カバーしたりとか、自分の職業をカバーしたりとか、自分の職業は何か言っていませんでした。また感染はしているんですけれども、接触者はなかったとか、そのような、ことでした。CECC は、じゃあホテルとか一時臨時休止したらどうかという決断も出しました。まあ、その後ですね、我々は4週間でシステムを構築しました。どのようなシステムかといいますと、例えばこのようなホテルとかバーとかに出入りする場合、使い捨ての E メール、要するに E メール、電話番号、仮の名前でもいいんですけれども、残して2週間の間にこれを使います。万が一感染者が出てくる場合、この方と連絡が取れるようなことで、まあ、連絡先などを抑えました。まあ、しかし、このようなデータは中央政府にはアップロードをしませんので、2週間の後、もうその使い捨てというか、臨時的な連絡先は残さずに焼却をします。まあ、中央政府はトップダウンということはできるんですけれども、しかし、そのような方法は取りませんでした。まあ、これは非常に良い例でございまして、つまり、お互いに信頼関係でこれができたわけです。因为在当时就是社会的气氛里面，我们从法律的角度来看，最极端的就是宣布紧急状态的这种做法，甚至都有人倡议。但是相反的，指挥中心是选了在法律上面是最不紧急的一种，叫做行政指导的这种方式。那我们越往这个方向，大家共同创造的动力就越强。我们越往紧急状态等于像戒严一样的状况的话，大家共同创造的能力就越弱。大概是我的回答。またその時は、一部の方が緊急状態、緊急発令、命令を出したらどうかという提案もありました。しかし CECC は緊急命令ということではなく、行政指導を出しました。まあ、ですからこのような雰囲気で
共同でイノベーションをする、創造する、何か新しいのを作り出すというの能力が生まれました。大変ありがとうございます。それが台湾でできて、どうして日本でできないのかっていうのがすごく日本人としては悔しいところではございますが、大変参考になりました。ありがとうございます。アミヤさん続けてどうぞ。はい。高齢者住宅新聞社の、アミヤです。日本で、介護事業者向けの専門誌を発行しています。世界にでもです。世界にもですね、いろいろ言ってまして、台湾の方にも何度か視察の方に行かさせていただいてます。大家好、郑维您好、我是高龄者住宅新闻社的，我叫王谷阿米亚。那我们这个新闻社呢，就是针对于高龄者的一个专业的一个媒体。那其实我因为工作的关系呢，我也走访了世界上的一些国家，当然我也有来台湾。来了好几次。大臣のお話をお聞きして、まず感想、質問前に感想を述べたいと思うんですが、びっくりしたことが、ボトムアップダウンではなくて、ボトムアップでいろいろなことが決まったと、まあ、いうお話があったと思うんですが、それもですね、まあ、大臣はじめ、閣僚の方が、政府側から国民に対して、丁寧な説明が、行われたんじゃないかなと。この辺ですね、日本と比較すると、日本から、国民に対しての、説明が非常に不足していたんじゃないかなというふうに思いますので、そこに、すごく、日本と台湾の違いを、感じました。那我想我要接下来要请教郑维一些问题之前呢，我先要发表一下我个人的感想。那么我刚刚听了您的说明之后呢，让我感受到我非常的惊讶的，也就是台湾呢并不是由上而下，而是由下而上也做出了很多的事情。那么我想这个包括郑维在内，还有台湾的官员、政府官员，对于国民之间，对于国民的说明是非常的细心，我想才能够做到这一点。那么相较于日本呢，其实日本对于国民的说明的部分，我觉得是不足的。那这个也就是台湾和日本的一些不同的地方。質問なんですが、日本ではまた11月から今月から感染が再拡大。日本では第3波と言われてますが、その、感染の再拡大において、まあ、アドバイスのようなことを、いただければというふうに、思います。好、那我想我来请教一下郑维一个问题哦。那么日本呢、在今年的11月、也就是这个11月、也就是疫情呢、又重新又开始了。那在日本呢、把它称作为是第三波的疫情，那我想请教一下政委，是不是对于日本的这个第三波的疫情哦，是不是可以给予一些建议 advice 呢？我们对于每一波的疫情在发生的时候，我们大概都会去想说，到底是在哪一个区域没有做到75%以上的人戴口罩、勤洗手。是因为我们的可爱的柴犬没有进入那个地方吗？是因为那个地方新住民比较多，没有翻译成他们的语言吗？是因为像刚才讲的夜生活的部分，我们还没有赢取他们的信任吗？等等。所以虽然我并不确切的知道在日本的情况是如何，但是基本上反复的去问这个讯息用什么样子的方式来表现，才能够传递到本来没有接受到这个讯息的人呢，这是非常重要的。因为如果好比像是我们一开始说，如果不戴口罩就罚钱，那这样他没有办法把它跟洗手连接在一起，戴口罩没有什么用。或者甚至如果我们说不戴口罩就是不尊重长辈，那这样说不定有一些很叛逆的人故意不去戴呢，等等。那所以最后才是说，戴口罩是不要让你吓到吃手手，不要不小心把没有洗过的手碰到自己的脸。
谁会反对这种主张呢？尤其又是一只可爱的须巴伊努讲出来的。所以我的意思是说，您刚刚所说的说明清楚这件事情，另外一部分的意思也是这个讯息简单到每一个人都会想要再加上自己的创意进去，这个我想也是很重要的。流行を始めた時に我々が 75% の人にマスクをして手を洗ってもらう、どうやって分かってもらえるのか、常に何度も何度も自分に対して問いかけました。また台湾は犬、かわいい犬を使ってですね PR をしました。まあ、新住民、台湾は外国の方々も多いので、外国の方々に翻訳ちゃんとしてるかどうか、夜で働いてる方々に信頼をしてもらってるかどうか、何度も問いかけました。まあ、日本の状況はあまり把握していないですが、まあ、非常に重要なのは、手を洗う、マスクをするという情報をみんなに知ってもらうというのが非常に重要です。例えば台湾は、もしですね、マスクをしないと罰金をするということであれば、みんなはマスクと手を洗うをリンクすることは不可能だと思います。もしマスクをしないと、お年寄り、年配の方々に対して尊重ではないというスローガンだと、まあ、反抗期の、人々は、まあ、おそらくこれもやってくれない。まあ、我々台湾では、まあ、このような、まあ、PR の仕方なんですが、可愛い犬の言葉で、マスクをすると自分の手は自分の顔に当たらないという話の仕方で、これだとみんなが受け入れやすくなりました。ですから、わかりやすく説明をする、シンプル、どのようにシンプルな説明の仕方っていうのは、それは工夫をしなければいけないです。我所说的、大家都加一些东西上去、具体的讲、不是只是刚才的粉红色而已。在同志游行的时候、彩虹色的口罩也很流行。甚至有一家叫中卫的、他是一次做非常多种颜色的口罩。好像我买到一种颜色还可以跟你换，有点像是球员卡的交换那样子，这在台湾都已经变成一种全民的活动。所以戴上口罩不是好像是我很听话，而是我很炫，因为我才刚换到什么颜色豹纹什么的口罩，这些都是实际在台湾发生的事情。那台湾のある会社、中衛という会社なんですけれども、いろんな色のマスクを生産しました。まあ、先ほどピンクのマスクの例を挙げましたけれども、続けて例えば台湾の場合は、まあ、自分は例えばこういう色のマスクを持っている、じゃあ相手は違う色のマスクを持っている、交換をするとか、それは全民活動にもなっていると、まあ、自分はマスクをする、このような色のマスクをしていると非常にクールだとか流行だとか、まあ、このような雰囲気で、みんながマスクをつけるようになっています。政府と国民との信頼関係がすごくこう出来上がってるんだなって思うんですけど、日本でも PR は3密の回避とか、ソーシャルディスタンスの確保とか、まあ、いろいろやってることはやってると思うんですけど、なかなかまあ守れない人もいる。まあ政府の言うことは聞かないという人も、まあおそらくこう多分にいますので、まあさっきの感想と重なりますけど、政府とまあ国民がその強固な信頼関係にこう結ばれているっていうのは、非常に日本との違いであるんじゃないかなっていうふうに思いました。是的，其实日本呢，其实也有在宣传，比如说保持社交距离啦，然后比如说要戴那个口罩啦，但是还是有发现有一些民众呢比较就是不听政府的这些宣导哦。那我是觉得就是民众跟政府的一个信赖关系，真的是在这一次的防疫当中，我看到了台湾民众跟政府的一个信赖关系。そうですね。佐々木さん、
いいですか？あと、日本でも、ようやくデジタル庁っていう、省庁がですね、設立の準備に、入ったんですが、正式に出来上がるのは、設立されるのは、来年、以降と、いう形になると思うんですけど、経産省とか厚労省とか、関連の省庁から人が集まって、デジタル庁なるものが、新たにできるんですけど、日本の場合、この縦割りの弊害っていうのが、省庁間で、非常にあるんですよね。で、アドバイスというかですね、先駆けて、IT 関係のその、部署を作って、そのトップとして、大臣、いろんなことをやられてきたかと思うんですが、日本がデジタル庁を、きちんと作って、縦割りの弊害も、打破しながら、うまくやっていく、コツというか、ポイントというの、いうことは、何か、アドバイスございますでしょうか？那日本呢，目前日本政府正筹备数位厅的成立，那么正式成立应该是会在明年。那目前的做法呢，就是从日本的金产省、厚劳省等这些机关呢，找一部分的人员出来来成立这个数位厅。那么我想因为唐政委呢也是台湾的 IT 相关的这个大臣政委哦，那我也想听听就是您的一些见解。那么日本呢，因为这个政府机关也有一些部门之间的一些藩篱哦，那么我想听听您的建议，就是如何就是能够让这个数位厅能够成功的一些秘诀。虽然我是负责数位事务的大臣，但是我并不是 IT 大臣，这个要先讲清楚，因为在台湾这两个字是不同的意思。 IT 作为资讯技术是科学技术的一部分，我们有科学技术部的部长吴部长，我们有负责科学技术部督导事务的政委郭耀煌郭政委等等。那我们也有在国发会里面透过 IT， 也就是把机器跟机器连在一起之后去做到所谓的工业 4.0 等等的这部分，经济部的王伟满花部长或者是公民新政委建筑国发会主委等人。那但是这是我们叫做工业 4.0 产发，连接机器跟机器，产业跟产业的这一边。我所负责的数位的意思是把人跟人连起来，把不同的文化连起来，把不同的世代连起来，它是建筑在 IT 这个技术上没有错，但是它并不是把机器或产业连起来，它是把不同生命经验的人，人跟人连接起来，这个是我的工作。所以刚才才特别强调社会创新的这一部分，而不是工业机器人的这个部分。那这个部分我觉得要先把这个概念想清楚，才不会把机器跟机器互相连，跟人跟人之间互相连，好像混为一谈这样。所以我虽然可以说是那个里面负责digital， 但是不能说是负责 IT。はい、まず私はデジタル大臣です。IT 大臣ではありません。まずこれに関しては説明をします。台湾は IT 科学技術、科学技術部というのがありまして。その大臣がその IT を担当しています。また、国家発展基金発展委員会、および経済部ですね、も担当しています。例えば、それが担当しているのは、機械と機械を結んで、インダストリー 4.0 という概念でございます。工業、経済部の大臣だとか、このような機械と産業の IT を担当しています。私が担当しているのは人と人をつないで文化と文化をつなぐ、さらに世代と世代をつなぐというデジタル大臣でございます。IT を基礎として機械と機械のリンクではなく社会イノベーションをして人と人のリンクでございます。まずこの概念について説明いたします。所以就如同在之前在日本也提出过的所谓的社会 5.0 的这个想法，我想社会还是领导着产业的，产业是要来配合社会的需求，这是为什么工业在 4.0
社会在 5.0 的原因啊，就是因为社会是居于领导的地位。那同样的，因为数位是连接人跟人，所以您刚才所讲的，就是在各个不同的本来当然都有本位主义的这些部会、这些省厅等等里面，去找到他们一方面有能力横向连接，但是二方面他们还是在他们垂直的体系继续保持着他们的职位，做他们的工作。我们就好像盖一栋建筑物，需要横梁也需要竖柱，这两个是不可或缺的。而在这两个的交汇的地方，就是digital， 就是数位的这个地方存在的价值。就像我的办公室里面也是有是等于相当于处长，就是文官相当高的这个职等的等级，到科长，就是一个单位的业务的承办人的主管的这个等级，中间我们从包含通讯传播、文化、内政、教育、财政等等等等的许多不同的部会，也外交也都有人在我们的这个地方，但是他们并不是受我的指挥。我也不是受他们的指挥，我只是把他们的能力横向的联合起来，一起去想一些创新的做法。这个是所谓的 work out loud， 就是不怕别人知道的大声工作法。はい、ですから社会、日本ではSociety 5.0 というのがあります。社会は産業をリードしています。産業は社会を協力していきます。ですから、工業 4.0、産業 4.0、Society 5.0 という言い方があります。まあ、各官庁は縦割りというのがありまして、横の部分もあります。例えば、建設、建物の場合は柱というのがありまして、私の事務所を例にしますと、所長がいて、課長がいて、課長は業務担当の、まあ、リーダーです。その間にはまた通信、文化、教育、財務、外交という部署がありまして、私が管轄している、私がリードしている部署ではありません。私がやってるのは、みんな横のみんなが持ってる能力をつなぐというのが私の仕事です。つまり、Work Out Lab です。その、横口で、その、こう、つなぐことで、まあ、その、こう、いろんな、こう、連携が可能になるっていうことが、よくわかりました。ありがとうございました。好、那我知道了。我知道、可以透过这样的方式呢、可以结合、就是横向的一些力量的合作。大臣、もう一つ大丈夫ですか？我想再问一个问题。どうぞ。あ、先生。先生。今まさにデジタルの考え方っていうのはすごく共感するところが大きくて、その人と人、世代と人をつなぐっていうところなんですよね。で、このデジタルの力っていうのを使って、今後多分、まだ我々のこの介護の分野っていうところも、このデジタルを使って、より発展していかなきゃいけないと思っています。で、そのためには日本と台湾はすごくいいパートナーだと思っているんですね。で、これもすごく乱暴な質問なんですけど、今大臣からご覧になって、その例えば介護の分野をそのデジタルを使って何かよくできるんじゃないか、イノベーションを起こせるんじゃないかっていうアイデア、もし今思いつかれることがあったらぜひお伺いしたいです。好，那么我想您刚刚所谈到的内容哦，就是连接人和人，还有就是世代跟世代等等这些观念呢，我也有同感。那么我想请教的问题呢，就是数位的力量如何在长照领域，就是照护领域，如何来使用这个数位的力量？台湾和日本是非常好的伙伴的关系。那么我想请教政委的，也就是这个数位的力量，未来在长照领域是不是可以做什么样的一个发展呢？那我想请教您的见解。是，好比像说，我跟我自己的父亲，他已经差不多就是70岁了。那以及他的母亲刚才已经提到接近90岁了，我们都经常使用像我们现在这样视讯的技术，随时想到就可以好像面对面一样的来聊天。当然我也因为现在疫情控制得宜，其实并没有锁在家里的关系，所以大概两个星期左右也还是会实际去淡水。那我就发现说，只要愿意参与公共事务，
好比像说我父亲正在他所住的地方做一个太阳能发电的社区合作社，这好像在日本也是很流行的。或者是说他正在试着带我的阿嬷去在台湾第一个载人的无人车的这样子一个公共运输的这样子一个巴士，就好像是捷运吧，但是没有轨道，是完全无人车这样的做法。那只要他愿意来参与这种公共事务，并且对公共事务给出意见，就好像刚才所说对于口罩实名制给出意见，其实他的心态是非常年轻的，因为对他来讲这就是他年轻的时候做的事情。虽然他现在可能精神或者是他的身体状况有些不好，但是这些都可以用辅助式的技术嘛 assistive technology 去把它改善，去把它，好比方他带个助听器，现在助听器甚至可以去专门找到人讲话的语音的那个频带，而且把旁边不相干的音全部都滤掉，或者是他自己觉得，诶，他听什么声音比较舒服，甚至还可以把我讲话里面的那些音调换成他听得比较舒服的音域等等，这些都是现成的 AI， 就是 assistive intelligence 这样的技术。所以我觉得公共参与、人与人的连接，这个还是最重要的。而我们研发出的这些数位技术，都是辅助这个。例えば私の父親は70歳、祖母は90歳近いですね。我々はよくオンラインでこのようにお話をします。おしゃべりをします。まあ、今、台湾はかなりコントロールしてますので、コロナがそのような大きな影響が出ていないということで、私は2週間1回に、まあ、会ったりしています。父親は自分が住んでいるところで太陽光パネルというか、まあ、日本も非常に流行していますけれども、まあ、このようなこともやってますし、祖母に対しては無人車で無人運転ですね、まあ、の車なども試しにしています。つまり、彼もよくこのような公共活動に参加してよく自分の意見も出しています。まあ、もちろん高齢者は体の方は若い時と比べて多分若い時のようにこんなに自由ではないかもしれませんが、まあ、例えば父親は補聴器も使っています。今の補聴器は AI 技術を使ってノイズをろ過することもできます。まあ、私が言いたいのは公共参加ですね。これが非常に重要だと思います。那像我阿嬷虽然快90岁了，但是您刚刚提到的我这种对外公开的讯息，他都会很固定的收看，而且还会给我很多批评指教。好比像说就是我讲话太快了，可以慢一点的时候，他也会直接跟我说，或者是我应该公开感谢他那个77岁的朋友杨奶奶，让我们在便利超商直接续购口罩的这个过程可以是跟药局是类似的，而不是硬要他去拿个提款卡。又或者是说他甚至最近也告诉我说，诶，应该是时候你应该学一点日文了吧，等等，他都有非常多想法。这样子的话大概就比较老化的速度啊，我想是可以减缓很多。まあ、私の祖母今90近くになっていますが、私がこうやって例えばなんかスピーチをするとか、そういった番組に関しては祖母は必ず、見ます。また批判をしてきます。例えば、まあ、話の仕方がちょっと早い、もっとゆっくり話したらとか、また先ほど申し上げましたが、おばあちゃんの祖母のお友達77歳のヨーおばあちゃん、コンビニでマスクを買う流れにフローについてアドバイスをいただいたそのヨーおばあちゃんに対して、まあ、感謝をしなければいけないとか、また最近はあなたは日本語を勉強したらどうかという提案もしてくれました。ですからこのようなことで、まあ、老化のスピードをできるだけ遅くすることができます。つまりその日本でもその社会、いわゆる社会、まあ、参加という言い方をよくするんですけれども、その社会参加はすごく大事なことだと言われています。ただそれに対して確かに高齢者は体の問題でそこに対してだいぶハードルが高くなるっていうところを、デジタルの力を持ってどんどん社会参加をできるように促していくっていうのがいいことだねって、まあ、そういうことですよね。
是的，在日本呢，我们也常常在说，就是所谓的社会参加、社会参与，这个是非常重要的。那么高龄者呢，因为在身体上呢，可能就没有办法像年轻的时候那么的灵活。那这个部分可以透过一些数位的科技，可以让他们辅助他们，这个是非常好的一个部分。ありがとうございます。ありがとう。アミヤさん。ありがとうございます。ありますか？その社会参加のところなんですけど、日本の介護業界も、まあ日本全体もそうなんですけど、その人と接触したい、コミュニケーション取りたい、高齢者であれば、その社会参加したい、地域に出たいって思いを、ずっとみんな持ってるんですけど、それがいいこととして、まあ実践されてきたんですけど、このコロナによって、その接触を避けなければいけないっていう状況になって、すごく、まあ世界中の人もそうなんだと思うんですけど、まあジレンマに陥ってるんですよね。そういったことを、まあ非接触とか遠隔っていうことが、まあこれからのテクノロジーとか、ICT とか、テーマになると思うんですけど、そういったその社会参画したいけど、なかなか実現できないってことを、どう、まあテクノロジーで実現して、いったらいいのか、いけるのか、まあ、そのあたりに関しての、大臣の、考え、アドバイス、いただけますか？在日本呢、其实我们也常常提出就是参与社会、然后让高龄者呢、跟人接触、然后走向社会，但是因为现在疫情的关系呢，反而是提倡非接触啦，或者是远距啦。那因此呢，这个就比如说透过数位的一些 ICT 的技术啦，然后可以做到非接触或者是远距。那我想，虽然我们是提倡这个社会参与，但是目前又有这样的一个情况，我想针对于这个部分，想听听政委您的想法。当然在台湾我们在网络上面来进行民主参与并不是指的投票，因为我们在投票的频宽上面任何的民主政体大概最多一年两年投一次吧，那投的话也是可能十几个选项最多吧，挑个一两个等等，也就是说每一两年才能上载相当于五六个位元的资讯而已，那这样子的话当然不能叫做社会参与嘛。所以即使是我们现在纯粹以网络上面来讲，一个长辈他也可以用很多的方法，好比像说透过他们的社区的参与式的预算一起来想预算怎么样分配，或者是说透过在公民联署的平台，只要有5000个人联署，我们的部长就必须要出来回应这个联署的看法，这个呢就从好比像说一些很小众的，好比像说用樟脑丸会，如果没有恰当标示的话，会让有一些溶血症的患者会就是碰到不舒服的情况的，这种到很大众的，就是像珍珠奶茶这样的饮料是不是可以不要用塑胶吸管等等呢，这种各种各样的问题大家都可以提出，所以就算是年纪很长的长辈，而且就算是他不太适合出门的情况，他也可以透过像直播啊，或者是刚刚讲到的市民的倡议啊、联署啊、参与式预算啊等等，来进行政治上面的参与。而且我刚刚讲的还只是政府的体制有支持的，以民间的倡议，也就是公民投票来讲，那么长辈绝对是参与最多的之一。好比像说之前他们认为说，如果是要两个人结婚，但是是同性的话，他们的权利义务固然可以跟异性相同，但是呢，结姻的部分，也就是说女婿要改叫做儿婿，或者是说好比像说就是家里面的亲属称谓要因此而进行修改，这些呢是不行的，儿媳要改成女媳，他们是反对的，所以后来他们就成功的组织起了公民投票案，让我们最后采取了结婚不结姻这样子的一种态度，也就是同性结婚的时候是两个人的事，他们的家族并不成为姻亲，这个就是很多长辈动员起来的一个结果，那这个结果确实也让他们的社会参与绝对是增加了，这个是没有话讲的。
まあ、台湾ではもしネットで社会参加ということになると、まあ、例えば投票は1年に2年に1回、まあ、いくつかの問題に対して例えば投票するとか5から6ビットの量を使うとか、まあ、これは限られています。ネットで、高齢者が例えば国の予算がどういうふうに配分をするとか、5000以上の人が署名をしたら、大臣がそれを答えなければいけないとか、また台湾の、ね、例えばプラスチックのストローを使わないとか、まあ、いろんな問題を出してですね、家から出なくても政治的には社会参加ができます。これは政府関係のあれテーマなんですけれども、また民間参加ですね、民間部門に関しては今まで高齢者の力で例えば同じ性別の方が結婚したら家族の関係がどういうふうになるとか、まあ、公民投票もしたんですね。ですからこういうこともいろいろ社会参加、高齢者が参加しています。那今天我们非常国民の意見をなんかこう吸い上げる仕組みがよくできてるなって本当に実感しました。好，现在阿秘书长刚刚提到作为所谈的内容，可以很完整的整合起来，让他理解到台湾公民在投入整个社会状况的一些热络情操。是，好，那我想今天我们非常宝贵的时间里面也非常热络，大家各方面都提到非常完整的讯息。好，我想今天我们是不是时间先这里告一段落？那以后。还是很有机会，我可以来请教政委做各种我们议题上面的沟通，还请以后拜托你。好的，好，这个要先翻译。はい、本日は本当に貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。まあこれからもですね、もし何かありましたらぜひ、大臣にいろいろとアドバイスをいただきたいと思います。ありがとうございます。本当に。はい。はい。谢谢谢谢谢谢。お忙しいところありがとうございました。谢谢。はい、谢谢。どうもありがとうございます。谢谢。